どうもバイキングベイビーです。こんにちは。今回の動画はですね、いろんなその視聴者さんから質問をねいただいて、でその質問をね答えると同時に、私たちの経験とかね、そのまあアドバイスとか、まああるあるみたいな、そのね恋バナをしたいと思います。で一番なんかね聞かれるのは、私たちがねどうしてそんなに仲いいのかとか、喧嘩はよくしますかとか、国際結婚なのでその文化の違いはありましたかとか、ありますか。そしたらそのね喧嘩した後の仲直り方法とかはねありますかとか、あの率直にね答えると、 Do we fight a lot? I wouldn't say so、No. そうそう、そう。 What do you think? その結婚してから多分数えられるぐらい、 It's like barely any。 We fought more in the beginning, I think。 Yeah, for sure。 そうね、そんな大したその深い意味はない、軽いなんかその喧嘩。It was like just shallow fights。 Right now it's the small things。 It's not small, like right now it's like it has to mean a lot。 そう、なんかそのコミュニケーションのすれ違いが、その今のたまになんか本当にね、あの半年に1回ぐらいとか、そんなペースで、そのコミュニケーション力っていうのも、マイケルはすごいねコミュニケーション力いいんだけど、たまに忘れてね、大事なことを言わない。You sometimes forget to say the important things and... Oh, basically, what's going on when we fight?、I don't even want to call it fight, because it's like... Just like, yeah. そうそう、別に大声を出したりとかしないし、なんかその、あれだよね、これだよねっていうその意見の言い合い。It's either you are sleepy, or I am hungry. そうそう。You know? はい、本当にその通りですね。なんか私は朝が弱い派なので、朝にこうああだこうだって言われるとイライラしちゃうし、なんか八つ当たり的なものではないんだけど、ご機嫌が悪くなる。でマイケルがその逆で、お腹すくとなんか八つ当たりをして、なんかそのね、いろいろとなんか言ったりとか、なんかごちゃごちゃごちゃ、なんかそのノルウェー語でその悪口を言ったりとか、とかそんな感じですね、なんか主に。で、なんかまあそれを、その喧嘩をね繰り返してやっていたら、そのもちろんマイケルも、あエミはね朝弱いからほっとこうとか私もそろそろお腹空いてイライラするだろうなって私がね悟って、ね、なんか食べようとかって言ったりとか、そういうなんかまあお互いの弱点を知り尽くして、みんなやっぱり一緒にね誰かと暮らして普通喧嘩はね多少あるので普通かな。 But after we fight is usually likeWe deal with it immediately. そうそうそう、はい、なんかストレスをためないで、言いたいことをためないで、もうバーって言って反省して、お互いその時間をちょっと置いて反省して、で、あの誰かがごめんねって言ったり。Yeah, there's no grudges, there's no like angry. そうそう、その一日で終わる。We finish it in that day, and we don't go to bed thinking about it or like. そうそうそう、なんか喧嘩起きたらもうその日に。ちゃんと話したいことを話して、でマイケルっていうのはその私が何かをこう話すときにとか、なんかその喧嘩が起きたときにその去る人ではない、そうだから、そういう意味でそのちゃんとマイケルもその向き合ってくれて、ね、私もこう本当にもうお互いこうバーッってなってで、あの大声は出さないし、物を投げたりしないし、でもあの私は個人的にはそんなに怒らない人なので、 I don't usually get madThat easy, right? Like, so it's like... We're quite like... Rational. Yeah, we're rational, we're peaceful people, so it's like it rarely happens, but when it happens, we make sure to say the things that we need to say, and yeah. That's what I mean, like, when we fight, we fight. That's what、I meant. で、あの、国際的なね、その文化の違いっていうのはね、その、how about, like, differences in cultural...Like values and stuff, like, I don't know. Well, when it comes to like the cultural things, I don't feel like we're too focused on that. I mean, we look at each other as individuals, as you know, you're Emmy, I'm Michael. I'm not Michael the Norwegian guy. Oh, yeah, well, because I'm Norwegian, you have to do this or that. Or... Right. Well, to begin with, I'm not typical, like, I'm not stereotypical Norwegian anyways, or you're stereotypical Japanese. So, お互いなんかそのノルウェー、マイケルはノルウェーを、ね、愛してるし、私も日本がすごい誇りで、
文化が大好きだけど、その私は日本人だからこうしてよとか、日本ではこれが普通なんだとかって、そういうことを全くあのマイケルにね、そのそういうプレッシャーをかけないし、うん、マイケルもそのノルウェーではこうするんだとか全然なんかないし、なんだろうかな、その普通、まあマイケルと私もすごい国際的だから、そのね、わからない、うん、まあ結局多分相性がいいんだろうね。 What, I think it's just like, what do you think is the most Norwegian about me? Do you have any Norwegianness in you? Except like I'm white and blonde and yeah, yeah, I like cake、sure. and coffee. Yeah, I think you said it all. Okay. それだね、それ以上、うん、それ以上ないかもしれない。本当にのあのマイケルはあの全然ね、そのノルウェー人らしいことは他に、ね、ないかな。本当にマイケルはマイケルっていう感じで見てます、うん、Like all the way around? Like、うん、the most Japanese thing about you?、うん、I'm super rational. Yeah, like logical. Analytical. Down to earth.、うん、You're not that Japanese. なんだろうね、うん、まああのハーフだからかもしれないけど、そのいいところをね、いろんな文化から取って、うん、自分はその自分らしさ、うん、You are you. いやいや、その、right. そう、自分は自分だから、そのね、そのでも日本の文化は大好きだし、その日本からね学んだその文化をこう吸収して、ね、その見習ってるところはたくさんあるし、だからうん、でもなんか分かんないね、多分、うん、うん、そんなにすごい日本人っていう感じではないと思う、お互い全然、うん、I think we share the same thought when it comes to that, so なんかもっとなんか国際的な考え方かな、多分分かんない。まあでもまあ相性がいいからかもしれないですけどね、まあその簡単な答え。I think the easiest answer, I guess, is because we just get along well with、mm. each other and we share a lot of like same values and goals、yeah. and、mm, yeah. そうそうそう、本当にあの目標とかその人生の価値観とか、文化の、ね、そういう価値観がとにかく似てるんで、相性がいいからかもしれないんですけど、なんかそのマイケルはそのあのいて座 You are Leo、 そうリオ、英語でリオなんですけど、うん、マイケルはリオで私は魚座で、そのファイヤーとなんかウォーターWe're not that It would seem that we're not compatible butそう、だからそのパッと見そんなになんかその多分動画を通して伝わると思うんだけど、すごい私が冷めていて、マイケルがこう盛り上がっていてとか、あのウキウキしてて、私がその影で。But I feel like that、describes us really well actually、うん、そうそうそう、like water and fire、うん、in terms of personality、 yeah, personality、うん、そうそう、私はすごい落ち着いていて、マイケルはすごいね元気で明るくて、なんか本当になんか太陽みたいな人、私は月みたいな人とか本当になんかお互いね、でもそう、まあそのヤンヤン、ヤンヤン、そうそう、ヤンヤンで、でも他のところで見ると、マイケルはちなみに A 型で、私は O 型で、で、なんだろう、あの私は INTJ で、マイケルはわかんない、わかんない、ここら辺に置いときます、ね、そういうなんか、あとそのラブランゲージとかでもあのね、重なるところもあれば、私はそのコミュニケーションが一番大事にしていて、マイケルはその逆に褒めてくれることをすごい期待をしていて、で、あの私は、その第2にその物で人にプレゼントをあげたりとかもらったりすることで愛を感じていて、で、マイケルはそのコミュニケーションとか、その Our love language is kind of like different. So we have problems in that a little bit.But then again, have you noticed we finish our each other's sandwiches? Yeah? What? でもなんかその違いはね、多少あるけど、全体的には似ていて、で、その似てないところは逆にその、良かったりするっていうか、その、ではマイケルは上、あの、うん、すごい料理をするのが好きで、私はその、料理はあまり作るのは好きじゃないけど、お掃除をするのが大好きでとか、うん、で、マイケルは全然ね、お掃除をするのがあまり好きじゃないとか、なんかそういうことがなんかこう、It works. そう、パズルみたいにあって、そう、で、なんかその、
ね、お付き合いをする初めにそのすごくね、その性格がっていうかその相性が良すぎて、なんか私たちもなんだこれって、あの、at the beginning we were like, what is this? Like, why are we so like alike? Or why do we get along so much? Or why do we share so much interest and stuff like that? Twin flame. So, で、なんかそのあまりにもね、おかしい現象がその出会った時から今でも続いてるんですけど、そういうなんかおかしい現象があって、私はなんだろうこれってマイケルももちろんすごい不思議に思ってて、でいろいろなんかそのインターネットでリサーチしていたら、そのトゥインフレームのそのコンセプトに出会って、初めてね、でその時になんか、ああもしかしたら私たちトゥインフレームじゃねえみたいな感じになって、そのトゥインフレームっていうのはね、その信じるか信じないかは本当に人次第で、 I mean we can be twin water as well, like, you know whatever, or just people that needed to meet each other or whatever, you can put it whatever you want, but we kind of like started to believe in the whole concept of soulmates. So so で、なんかあれから私たちもその個人的に信じるようになって、で、なんかそのまあ、あのツインフレームっていうのは簡単に説明すると、その前世でこう出会って、そのなんそのいろいろとなんかその何回も前世でこう出会いを繰り返して繰り返して、でまたなんか再会するっていう、そういう感じのコンセプトなんですけど、もしそのこのツインフレームについてのその話をもっと知りたい場合はね、動画をもしかしたら作るかもしれないんですけど、すごいなんか深いテーマなので、うんここでは話すことはできないんですけど、実はそのしとささんの中で、その今結婚を考えてるけど結婚のそのね、その決断を出せなくって、で迷ってる感じではないんだけど、なんか果たしてね、その結婚して幸せなね生活ができるのかとか、ちょっと戸惑ってるとか、そのなんかね、その結婚とはなんか何なんだとかって、本当にそうだよね、なんか分かんないよね、結婚しないと分からないものってすごくあるし。 Okay, so what it means for me is toBasically, share every experience of life with this significant other. I was traveling the world, seeing amazing things, and in the end, like, I met all these different people, and they came and went, and, you know, in the end, you're just by your own. You have nobody to be like, hey, remember that one time we went to that one place and have that amazing meal? Like,You're just having that by yourself. Exactly. Yeah. At the end of the day, like, what it matters in this life is to share with somebody. Like, yeah, just share, right? Share experiences, share, like, yeah, thoughts, a house, and like, I don't know, like, also to do things for others. Like, because you can be... That's the only way you can grow, right? Yeah, exactly. Like, I feel like in life, there's a period of being selfish. Concentrating on yourself and learning about yourself and doing what makes you happy and... Love yourself. Yeah, exactly. And or like just enjoy, have fun without commitment or anything, responsibilities. But then there's a time when you get tired of that. And then you're like, I need to share my experiences. I need to do something more. I think that moment for me was exactly when I met you. そうだよね、なんか話してたよね、マイケル言ってた、なんかね、その長い間旅をしてて、なんかでも誰ともシェアできなくて悲しいんだとかって言ってて、そうそう、私もちょうどなんかその、愛っていうのは何なんだとかって、そういうね、誰かと本気でね、誰かを本気で好きになって愛して、でその人生を共にしたいっていう考え方を、その考えを持ってたから、お互いね、いいタイミングだ。But then again, I wasn't even searching for it. そうそう、そう、It was just like... そう、私も。It just happened. そう、なんか、そう、たまたま起きて。もし、その、結婚をしようって誰かに言われて、でもなんか結婚、するのがあれだ、結婚はちょっと、まだ早いかなとか、ちょっとうじうじしている場合は、もしかしたら、自分が何をしたいのかとか、自分に、とってその愛っていうのは何なのかとか、どういう人生を歩みたいのかとか、そのどういう目標を持って前に進みたいのかと、そういうなんかその自分をまだ知ってなくて、で自分磨きをまだしてないから、そのあともちろんその自分を愛せてないから、その一歩に踏み出せないかなと思う。だってその
You're like done working on yourself. そうそうそう。And then you will be ready to share、mm. your life with somebody.、Mm. そうだからもしかしたらそのえまだ遊びたいしとかそのまだやりたいことあるんだとかキャリアに集中したいなとか何気にそういう気持ちがどっかに隠れている場合があるかもしれないだからそれをよく探って、mm.ね、その自分がやり残したことがないのかって、ね、探ってから自分にとってね愛っていうのは何なんだろうとか、うん、を考えてねそのもちろん結婚をねしたくなくてただそのパートナーを見つけて一緒に暮らしたいっていう人もたくさんいるからあの同じ考え方を持つ人を見つけてね Like takeTara's house or Ainori for example、mm, sure, sure. then you see these people that struggles with themselves、mm. they don't find love like for example I am、mm. shy boy for example love that guy he knew from the beginning who he was oh for sure ねそう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 そんな感じがしたHe knew what he wanted and who he was and what he wanted to find. Mm. Mm. He just needs to find somebody that could love him for him. そうそうそう。だからあの自分探しはすごい大事だし、ありのままの私を受け入れてくれる人に出会うこともすごい大事だし、ね、その理解してくれる人とか、そのプレッシャーをかけない人とか、なんだろうかな、その、うん、結婚しなきゃいけないってわけじゃないし、No, it's not like you have to get married at this age and you know, like, it's, everybody, it's case by case.、ね、みんな結婚してるから私も結婚しようとか、ね、それは良くないよね。It's just way too much, like, pressure. うん、そうそう。そういうのをもう本当にシャットアウトして、自分らしく生きてください。で、ね、自分に本当に時間をかけてください。で、自分を大事にしてください。で、他人のことと比べないでください。で、そうしたらきっとね、いい相手に出会えると思うので、うん、そうなんか。But this is our story and our beliefs,、うん、and we just want to share that with you. そうそう、だからその個人的に思ったことを本当にその通りで、それがなんかその言えるアドバイスかな。はい、あのってことでね、今回の動画はここまでにしたいと思うんですけど、これがね私たちのその恋バナとか。ね、カップルの そのあるあるとかね私たちが学んだことをシェアしたんですけど本当に上から目線とか全然ないし私たちはね完璧じゃないんですけど、ちょっとねシェアねちょっとシェアして少しでもためになればなと思って作りました見てくれて本当にありがとうそれではまたねバイ